津美啓志郎は、福岡県福岡市南区出身のプロバスケットボール選手である。ポジションは、ポイントガード。181センチメートル、80キログラム。福岡大附属大堀高校では同期の関区早と、山下康弘と共に1年次より、全国大会に出場。2年次に1年先輩の竹野明林と共に、インターハイウィンターカップ準優勝を経験。 三年時は首相としてインターハイに出場。ウィンターカップは県内の競合福岡第一校に予選で敗れ本大会出場できずに終わった。大学は専修大学に進学し一年次よりインカレを経験。四年次には首相を務めインカレベスト4に貢献しミップ賞を受賞。2009年の BJ リーグ新人ドラフトで 高松ファイブアローズより指名を受けて入団。2009から10シーズン開幕戦より試合出場していたが、11月に一心上の都合で退団した。それから3ヶ月後の2010年2月、ライジング福岡に入団した。2011年8月、古巣の高松ファイブアローズに復帰。仙台時代の同級生、鈴木正明と再びチームメイトとなる。 2011から12シーズンは自己最多の出場機会を得た。2012年オフ、BJ リーグエクスパンションドラフトで、群馬クレインサンダーズより指名され移籍。2013年オフ、NBDL の TGD ライズに移籍。同年9月に行われた2020年夏季オリンピック開催地を決定する第125次 IOC 総会において、東京オリンピック招致団が、 最終プレゼンテーションで使用した動画に出演している2014年3月に t g d ライズを退団し、北米独立リ,リーグアメリカンバスケットボールアソシエーションのノース・ダラス・バンドルズに移籍した。2014年5月、3X3 チーム、サムライ・ボーラーズの一員として、3X3 トーナメントエグゼン2014シティニー・イン・神戸で優勝し、7月に、 フィバ 3X3 ワールドツアー、マニラ大会に出場した。2014年12月、NBL の和歌山トライアンズに加入。2015から16シーズンは2015年9月に、広島ライトニングと契約し、15試合に出場したが12月1日に、退団。1月13日に、ライジング福岡と5シーズンぶりに契約した。 福岡に2017の18シーズンまで所属。2018から19シーズンは、愛媛オレンジバイキングスと契約。2019から20シーズン再び、ライジングゼファー福岡と契約2020年9月、佐賀県発のプロバスケットボールチームカラツレオブラックス 3X3 に加入。ありがとうございます。